三河原子力発電所は中華、人民共和国石膏省大修市三門県に建設中の原子力発電所。1号機と2号機の着工は2008年2月26日に行われ、3号機と4号機の建設は2009年に始められることが計画されていた。当初計画では1号機は2013年。 それ以外の3機は2014年から2015年に送電網に同期する予定であったが遅れている。1号機は2018年9月21日、2号機も2018年11月6日に商業運転に移行した。三角原発は東芝の子会社、ウェスティングハウスエレクトリックカンパニーが開発した AP1000 の世界初の導入である。 計画開始の公表はウェスティングハウスが入札コンテストで他の企業に勝ってからおよそ12ヶ月後に行われた。進路のための契約にはウェスティングハウスの少数株主の小グループも含まれた。小グループはエンジニアリング、調達、試運転、情報管理とプロジェクト管理サービスを提供する。最初の2期の費用は400億人民元以上と見積もられている。 一号機のための掘作は2008年に始まった。縦工の品質は計画より67日間前倒しで認定され、2009年4月19日に一号機の建設が開始され、最初の5200立方メートルのコンクリートが打設された。式典には国家核電技術有限講師の王陛下とウェスティングハウスのアリス・カンドリスが出席した。 2号機のコンクリート打設は2009年12月15日に始まり、国家核電技術有限講師は計画が6週前倒しで進められていると公表した。これは2014年の6月に運営を開始できることを意味している。実際には建設は遅れており、2015年10月31日になって、ようやく1号機の圧力容器耐圧テストが完了した。 この時点で1号機の運転開始は2016年9月の予定であったが、ここからさらに遅れて2018年6月21日にようやく発輪会を達成し、6月30日には送電網に同期9月21日に商業運転に移行した。続いて2018年8月17日には二号機も発輪会を達成し、8月24日に送電網に 同期11月6日に商業運転に移行した。ありがとうございます。